そしてもう一個、ワンポイントアドバイスは、まあ、こういうハイパーあるじゃないですか。まあ、自敗を切っていけ、序盤はってのは合ってるんですけど、その理論はね、やっぱりどうもね、強者向けの理論なんですよ。強者向けなんですか？結構初心者向けだと思ってた、自敗切るの。初心者向けではあるんですけど、もう、そのルールってものがあるんですけど、トップ取りルールなら別にいいんですけど、ジャンタマはね、とにかくラス回避だと。ジャンタマでしっかり勝っていきたいと。そういう初心者はね、とにかく自敗をいかに手牌に残しながら打つかを考えた方がいいんですね。抱えたまま行った方がいいと。そう、ニーナさん、ちょっとスタッツクリックしてもらっていいですか、自分の。でも、ちょっと言い訳していいですか？はい。言い訳していいですか？これもう本当に麻雀を知らなかった。2年前とか3年前のも入ってるんです。いいですよ、どうぞ開けてください。で、まあ、こういう時に、まあ、あるのが、やっぱり保有率がどうしても高いわけですよ、苦戦してる人は。はい。13.65%。なんなら最初ニーナ17%でしたから、最初の1年とか17、16% でしたよ。はい。そう、だいぶ、最初の初心者のことがあると言っても、この13.65%は比較的近い数字になってるはずなんですよ。そうですね、今の自分も多分12後半から13前半ぐらいだと思います。これがね、とにかく高すぎる。高いです。はい。で、上がり率がかといってめちゃくちゃ高いわけでもないということで、補充をね、とにかく減らしていく必要があるわけですね。補充率をもっと下げていく。はい。で、補充率を下げるためには、守備の考え方として、いろんな考え方あるんですけど、難しいわけですよ。難しいんですけど、一番簡単なのがあって、自敗を持っておけば、補充率はぐーんと下がるわけですね。確かにリーチ来た時とかに自敗切れたら、そう。まあ一発で補充もほぼなくなるし、安全にいけるし、なんだったら自分がもうこの手は遠いから降りるなって判断がしやすいかもしれそうないなんでです。す。なのでね、なんか、いい手、面前でリーチ打って、その時はとにかく地から切っていくのがいいんですけど、微妙だなと思った時は、いかに自敗を残しながら打つかを考えるのがね、おすすめですね。了解です。この手の場合は結構シャアのみとか、まあ高くてシャアといといとか。ってなると、じゃあ、トンとか箔を残して、縦を気にしつつ、パワン切りとかしてみますか？これ4トイツあるじゃないですか。ってことは、チーありトイます。ツもトイトイもあるし。これを泣くのは上級者向け。結構泣きがちです。急走とか言わん泣きやすいし、これはポンでしょって言って、そう、これは言っちゃいトッます。プ目では基本的に泣かない方がね、安定します、とにかく。なるほど。こういうの多分泣いていきたくなってるから、幅が大きいんですよ。振れ幅が。振れ幅が。上がれるときはもちろん上がるけど、こういうのでリーチを受けて困って補充してラスになることも増えるわけですね。なります。なので、その1144みたいな感じではなくて、2233を取っていく着順イメージね。2233を取っていったらダインポイントはめっちゃ増えます。でも1144は減るわけなんで、減ります。同じ平均順位なんですけど、というか安定するためにはとにかく2233を取りに行くイメージ。2233、じゃあ無理にして突破狙わないし、ラスも引かないように頑張ると。そうで、それに対してどうするかというと、とにかくいい手はしっかりいく、ダメな手はしっかり守るっていう、このメリハリをね、する必要があるんですね。なので、こういうシャーポンはもうメリハリじゃないんですよ。これはもうイノシシみたいな麻雀です。ちょっと盲信に全部上がるぞの気持ちそで。う。で、これは本当にね、ブレやすい。この麻雀は。これすると大体ニーナ4枚4センチになるか、裸三昧になるかになってまそう。す。そんなに極端なことは知らないけど、まあ、それぐらいの麻雀、もうね、基本的に、その麻雀はもう守備に自信がある人だけ。ニーナ了さん、解守備しにま自し信ありた。ますか？ないです。ない人はね、泣いちゃダメです、こういう手は。ああ、我慢します。でもこれ今何切るか結構困ってます。個人的にはトーンを切りたいと思っちゃいます。でも、せっかくシャア泣かずに安全にチートイかトイトイをやろうとしてますよね、盾を。なのにトン切ったら、もう守備力消すのに何をしてるかわからないので。でも上は赤の受けが。赤なんて引かないっすよ、そんな簡単に。うわんではい。す。この、
チートイツは赤受けっておばあちゃんが言ってた。おばあちゃんの言うことはダメです。おばあちゃん赤は1枚しかないんですよ。そうですね、ええ、おばあちゃん赤は1枚しかないから、はい、このペアさすがに切っていいんじゃないですか。いや守備力のために箱を切りますか。もう一個言っときましょう、はい、チートイツやるときは、はい、もうスパッと決めていいです。待って、でも地獄短期ですよペイは。もう一個言いましょう、はい、2枚切れの自敗は、はい、安全かつ山に絶対1枚ある、はい、どうすか。だって数層やばい、何枚あるか分かんないですよね。分かんないです。1枚か2枚か3枚か分かんないけど危険度は高い。高い。でこのペイは山に絶対1枚確定であり、なおかつリーチ受けても安全に使えるわけですよ。はい、攻守万能ですね。序盤でもペイは残すんですか。チートイツと決めたらもう残した方がいいです。はあ、手が震えちゃいますねこの裾切るの。全然もう僕ペイ切るの震えますから。ペイ絶対切れないみたいな。ペイはさすがに使えんなって言って切っちゃってました。赤はないんですよね。赤はないです。赤なんてものはこの世にないです。うわ、なのでね、ニーナさんにはまず今日はメリハリをね教えましょう。はい、押すとき押して、降りるとき降りる、はい、いい手で自敗をかかるのは最悪です。はい、でも逆に悪い手で自敗を全部切るのも最悪です。はい、とにかくね、麻雀はねメリハリさえしっかりしてればね下手でも勝てるんですよ。確かに降りてて降りとけば勝てたなっていう時は結構あります、ね、だってニーナさんが今言ってたシャーポンして、はい、まあ、急走とか出てポンして、はい、E1 E1 リャンゾーリャンゾー E ピンリャンピンみたいな、もう地獄みたいな E シャンテンになってるわけですよ。はい、ドラ表のペン3ピンが残った、はい、デリーチ受けて頭を抱えてみんなどうしようって言ってるわけですよ。はい、やってます、いつもお昼に。そう、みんなどうしようなんてこの手で言う必要はないので、はい、これ何をしようとしてるんですか今。今3番がでも上島に通ってってるから、もしかして残した方がいいのかなとか思って、そんなことあるかなって首をひねっているところです。そうですね、これ親リーチには別に頼れないし、はい、まあ、現状右の方に5枚自敗並んでるじゃないですか、はい、まあ、これだけあれば大丈夫でしょうということで切ります。はい、こういう手でリーチ受けても鼻歌混じりでみんな今日何食べたって会話しながら降りれるようになるのがおすすめですね。お、雑談、オリー雑談できるように。そう、みんなに頼ってる場合じゃないですね。じゃあこれ逆にリャンピンとか切ってみますか。いいですね、逆じゃないですね、素直、ストレート。素直ですね。だって真ん中を切って端っこを残そうとしてるのにリャンピンだけ残してるのおかしいんで、これは真ん中、逆じゃなくて普通です。はーい、うん、まあ、正直初心者に闇点ケアは難しいんで。難しいです、リーチが来ないと分かんないです。でも終盤にアンパイいっぱいあったらそろそろ確率のアンパイ切ってもいいなって決めれるじゃないですか。はい、この順目でこれ切る必要ないな、こんなにアンパイあるからと、うん、そういう風にね、6枚7枚ありますなるのがいいんですね。なんかね、細かい技術とかいろいろあるんですけど、今日は今日というかもう序盤しばらく、この計画のしばらくは、はい、もうとにかくそのメリハリを教えることに費やします。これはスーピン一等順で切っちゃいます。ああ、いいですね、分かってきてますね。ドラ重なるかもしれないのに。いいんですよ、こんな手は上がれなくていい、うん、はい、もうこれはもうじゃあ行かない手っていうことですね。いや、チートイツだけ行くと、うん、チートイツ張らない限りは。で、ここで、うん、でニーナさん、テラスツボ切り見てますかという話なんですけど、はい、まあ、言うて多分あんま見てないでしょう。そんなに見てない、あの風呂が入った時とかだけです。そう、だから今回例えば親がスーピンチーソーが手出しかどうかわからないですよね。わかんないです。ってことは見てればこのイーソーがね、下茶が切ってイーソーが通るかどうかわかるんですけど、はい、わからないと。わかんないです今。でそろそろまあ安牌も足りてるじゃないですか。足りてますね。でこれでイーソー切って親にローンです、ピンフドラドラ赤とかドラ赤赤ですって言われたらどんな気持ちになりますか。もうなんか泣いて、もう今日は麻雀やめるって言います。何のためにこんなにアンパイ貯めてたんだ私ってなりますよね。なります。で今回はもうなので分かんない時は捨て牌3段目ぐらいからはちゃんとやめ気味に行くのが良いです。なんならじゃあ E ピンとか切りますか。まあ E ピンも脇2人に通ってないですけどね。
じゃあもう完全に、ね、完全にやめるのはちょっとね、9番ぐらいだったら取るかなとか。甘えですか？いや甘えではないですけど、今回はとりあえず右半分の自敗たちが白、ペイ、シャーシャーの4枚がかほぼ安牌なので、はい、こっちから、うん、まあ、それは使ってもいいし、まあ言うて親に闇天以外で打つならいいやって言って EP 切るのもいいんですけど、はい、まあ、今回ねちょっとメリハリを教えるためなんで、そろそろ、うん、潔くいきます。そうっす、まあ、しかもまだチートス残ってるじゃないですか。まあ、そうですね、言ってまだ縦縦で引いていく形はあります。うこういう時のためにちゃんと自敗を残してるわけですね。はい、でここで気をつけなきゃいけないのは、早めに寄りすぎるとね、はい、なんか全部使った後にリーチ切れバカみたいなことになるんで、はい、足りなくなります。ちゃんと通った牌を合わせて切っていくと。これはリャンソー合わせていきますか。いいですね。もうリャンソー切るとチートイツもなくなっちゃうからちょっと悲しいですね。そう、あともう一個言いましょう。はい、粘る気持ちは捨てた方がいいですね。粘る気持ちは捨てた方がいい、はい、で今の数番切り、はい、見る人が見たらこんな数番切って下ちゃんチンされたらどうすんだ、安牌足りてるだろうって思うと思うんですよ。はい、でミース、その辺はそういう雑音シャットアウトしていいです。確実に打たないこと大事なんで、泣かれてもいいです、はい、うん、まあ、ローンはされませんもんね、上下、うん、トイメンさんと下茶さんが、上茶さんが切ってて、そういうね、なんか雑音が飛んでくると思うんですけど、そんなね細かいことより大事なのはちゃんと打たないこと、振らないこと、鼻歌混じりで降りること。了解です、まあ、確かに数ワンチーされるの嫌だけど、数ワンチーされたら今度は自敗でわりかし安全に降りられるという、ええところがありますね。そうです、とにかくね鼻歌混じりでねちゃんと降りれる曲を増やすことが大事ですね。毎曲ピンチに陥ってるようではもうダメです。はい、全員張ってる。でもこういう風に闇点で打たない、例えばトイメンがチート率でもっと早々にテンパしてた可能性結構あるわけですよ。はい、でそういう時にちゃんと安全牌貯めてたことによって打たなく済んだと。はい、打たなかったです。